Hey guys, 皆さんこんにちは、山 Z です。今回は成田市の失敗しない定食を紹介したいと思います。味、ボリューム、コスパ、三拍子揃った定食はきっとあなたを心地よい満足感に包んでくれるはずです。定食選びに失敗したくない方必見の動画です。まず紹介するお店は地元の美味しいお寿司屋さん、寿司処石井さんになります。今回注文した天ぷら定食は990円で大満足の味とボリューム。お店は成田市土屋、成田国際文化会館の手前、みんな大好きトントン亭さんの並びに年輪を感じる石井の看板。以前隣にある担々麺専門店にお邪魔した際に店前にランチメニューを発見。一元さんには入りづらい外観と手頃な価格でこれは行ってみたい、そう思ったわけです。それでは店内に入ってみましょう。こじんまりとした店内は昔ながらの地元のお寿司屋さんといった雰囲気で、初めて来たのに懐かしい。年季の入ったカウンター席とテーブル席が2席用意されています。今回は平日の13時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、顔なじみだと思われる女性のお客さんが1名。それではメニューを見てみましょう。お昼11時から14時までのお昼のお品書き、握り寿司、ちらし、バラちらしはお吸い物、デザート付きで990円の良心的価格。丼物は天丼、味たたき丼、イカゲソかき揚げ丼、マグロ、納豆、生卵、オクラなどを丼にのせた爆弾丼、煮穴子丼、海鮮丼などがあります。定食は刺身定食、天ぷら定食、焼き魚定食、季節の刺身定食の4種類、いずれも990円。今回注文したのは天ぷら定食。角皿に盛られたエビ、舞茸、キス、イカ、タラ、アジ、シソの天ぷら。寿司屋ということで魚を使った天ぷらが多い魚のオールスター。ご飯、味噌汁、冷ややっこ、漬物のセットです。これで990円は圧倒的コスパ。とりあえず順当にエビの天ぷらから小手調べ。それではいただいてみたいと思います。サクサクの衣としっとりプリプリのエビ、天つゆをつけてご飯と一緒に食べれば思わずエビぞるうまさ。次は舞茸の天ぷら。歯ごたえのある食感と独特の香り、ふわふわとした白身と繊細で上品な味わいのキス、どれを食べても美味しい。見た目も味もゴールドクラス。寿司屋の出汁が効いた味噌汁が胃袋にじんわりしみる。人当たりの良い大将からワカサギの天ぷらのサービス、これは良い店見つけてしまった。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は美味しい餃子や定食がいただける手作り餃子やすさんになります。視聴者さんからはやすの特集をしてください、餃子が美味しいですとコメントをいただきました。お店は三里塚光が丘、成田市内からは車で20分ほどです。いくつか飲食店が集まったテナントの一角に手作り餃子やすの看板。今回は日曜日の12時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、駐車場にはたくさんの車とお店の前には入店を待つ人たち。最近テレビで紹介されたということで以前にも増して人気爆発中のようです。店前に置かれた順番待ちの紙に名前を書き、日曜日の浮かれた空気と日向ぼっこをしながらひたすら待ちます。15分ほど待つと店内に案内されましたが、餃子の焼ける音と香ばしい香りがお腹を減らす空気スパイス。店内にはカウンター席、テーブル席、座敷の席が用意されています。それではメニューを見てみましょう。人気ナンバーワンはもちろん手作り餃子定食870円。ナンバーツーは餃子と半ライス、スープがセットになった五目あんかけ焼きそばセット。ナンバースリーは鶏唐揚げ定食、唐揚げも美味しいということでどっちも食べたい満足セット、餃子唐揚げ定食。各定食のライスは SML 選べます。注文を済ませましたが提供までは20分くらいかかるとのこと。隣のお客さんの美味しそうな唐揚げを眺めながらひたすら待ちます。今回注文したのは手作り餃子定食と唐揚げ3個、こんがりと焼き目のついた大きめの餃子5個。ボリュームに絵力抜群なのです。待ちに待ったもう遠慮はいらない。それでは餃子からいただいてみたいと思います。
焼き麺は香ばしく皮がもちもち、噛みしめると肉汁が溢れ出す。肉汁をライスで受け止めながらライスを育てていく。あんに味がついているのでそのまま食べてもよし、さっぱりと食べるなら酢胡椒で、この酸っぱさが新たな食欲を引き寄せる。次はビッグな唐揚げ。こんがりきつね色に揚げられ、持ち上げるとずっしりと重い。こっちもこっちでしっとりとジューシーな鶏肉、食うほどに好きになっていく羽ばたくうまさ。おすすめのレモン汁と塩コショウがしみるうまさ。みんなに知られてしまったこの美味しさ、秘密にしておきたかった。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は小料理京華さんになります。視聴者さんからは三里塚周辺で和食の京華をおすすめしますとのコメントをいただきました。お店は三里塚五寮、成田市内からは車で17分ほどです。大通りから1本入った閑静な住宅街に、隠れるように京華のオレンジののれん、上品な大人の佇まいに一元さんには入りづらいのです。それでは店内に入ってみましょう。こじんまりとした店内には5席ほどのカウンター席、掘りごたつの席が用意されています。昔ながらの和食屋という雰囲気もありつつ、窓からは日差しが入り明るい店内。カウンター上には軒が張り出し、ランタンの照明が洗練された雰囲気を演出しています。内装のこだわりを感じ、料理も期待できる、そう思わせてくれる。それではメニューを見てみましょう。お昼11時30分から13時30分までのランチメニューは、親子丼、カツカレー、豚焼肉丼、カツ丼、カキフライ、イワシフライ、アジフライ、ミニエビ天丼、アナゴ天丼、鶏から揚げ、マグロ納豆丼がラインナップ。お好みでそばまたはうどん、小鉢、おしんこがセットになるようです。今回注文したのはマグロ納豆丼。小ぶりの丼には白身がかった中トロのようなマグロと引き割り納豆、中央に卵の黄身、その周りには大根おろし、わさび、ネギ、しその薬味が乗せられています。温かいうどん、小鉢に里芋の煮物、漬物のセットです。それではいただいてみたいと思います。マグロの切り身は中トロで、舌を包み込むようなまったりとした濃厚さ、卵を割ってとろーりと、引き割り納豆のネバネバを合わせていただく。こういうのが一番うまいと思う。薬味もいろいろあって自由自在、味に磨きをかけるがごとし。次はセットのうどんをいただいてみたいと思います。だし汁に柚子が香り、すするたびにふんわりと柚子の香りに包まれる。何この上品さ。里芋の煮物に気遣いを感じる。こういう店の方が入ってしまえば一人でも落ち着く。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は、お得にボリュームがあるランチ定食がいただける食事処斉藤さんになります。今回いただいた鯖焼きと刺身定食は、味、ボリューム、コスパの三拍子が揃い、弥生軒もびっくりの定食です。お店は富里市7へ、成田市内からは車で15分ほどです。ファッションセンター島村富里店の裏の住宅街にひっそりと佇む一軒家。注意していないと通り過ぎてしまいそうな外観です。それでは店内に入ってみましょう。こじんまりとした店内にはカウンター席、テーブル席、奥の方には座敷の席が用意されているようです。今回は平日の13時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、テーブル席は満席、座敷の席からは昼飲みをしていると思われるお客さんの甲高い笑い声が響きます。地元の人が集まる隠れた人気店の香りとタバコの香り。それではメニューを見てみましょう。カウンター上に掲げられたホワイトボードに手書きのメニュー表、お昼12時から14時までのランチサービス定食。口コミを見ると好評の焼き鳥丼、マグロ丼、親子丼、定食は刺身、サバ味噌、銀だらに、カマス塩焼き、サバ焼きと刺身、サバ焼きと肉豆腐、シャキ焼きと刺身、シャキ焼きと肉豆腐、鶏網焼き、ブリ焼きと刺身、ブリ焼きと肉豆腐がラインナップ。今回注文したのはサバ焼きと刺身1000円。白い角皿にはこんがりと焼き目のついたサバ、
青い角皿にはマグロ、タコ、サバ、白身魚の刺身、ポテトサラダ、漬物、ご飯、味噌汁のセットです。それではサバ焼きからいただいてみたいと思います。サバの皮はパリパリで、それでいて身はふっくらと、香ばしい香りが口の中に広がって、見た目以上にうまい。絶妙な塩気がコーナーの隅をついてくる。大根おろしも乗せて、白い飯に穴が開くほど合う。次は刺身。1000円の定食と侮るなかれ。しっかりと厚みのあるマグロの切り身は臭みがなく、ついさっきまで海を泳いでいたに違いない新鮮さを感じる。タコ、サバ、白身魚も俺の胃袋を満足させてくれる。飾らない家庭的な雰囲気のお店、地元民だけが知っている、秘密にしておきたい、そんな店だ。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は町の人気食堂、白浜食堂さんになります。視聴者さんからは、以前動画で紹介した近所の人気食堂秋元食堂さんより白浜食堂さんをおすすめしたいとの挑戦的な声。秋元食堂さんのパワー系の定食も十分満足できる味、ボリューム、コスパ。白浜食堂さんのハードルが上がるのです。お店は香取郡多古町、成田空港から車で13分ほどです。畑とビニールハウスに囲まれた閑静な場所に、赤茶色い瓦屋根の平屋。それでは店内に入ってみましょう。元気の良いお母さんがお出迎え。家庭的な雰囲気の中、テーブル席、座敷の席、カウンター席が用意されています。今回は日曜日の13時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、店内はほぼ満席、多くのお客さんでにぎわっています。それではメニューを見てみましょう。定食は焼肉定食から野菜炒め定食、野菜コロッケ定食、アジフライ定食、串カツ定食、エビフライ定食、とんかつ定食、サバ味噌煮定食、鶏から揚げ定食など、定食屋の定番メニューが一通り揃い、無駄のない盤石の品揃え。丼物はカツ丼、牛すき焼き丼、親子丼などありますが、ひときわ目を引いたのは大盛りカレーライス。迫力満点で5人前くらいはありそう。次回注文しようかと思いつつ、麺類は焼きそば、ラーメン、ざるそばなどが用意されています。セットメニューもあって、僕の胃袋を迷わせる。今回注文したのはニンニク焼肉定食。白いお皿に盛られたキャベツにオレンジ、メインの焼肉、ほうれん草のごま和え、こんにゃくと大根の煮物、小さな桶にこんもり盛られた白米、漬物、味噌汁のセットです。それではいただいてみたいと思います。口に入れるとニンニクのパンチがガツンと広がり、醤油ベースの甘辛だれ、濃い味にご飯をわしわしかき込む幸せ、こんにゃくと大根の煮物、年をとってこそわかる煮物の味、しっかり味が染みていて胃袋にじんわり染みる。ほうれん草のごま和え、こういう一品に店の気遣いを感じる。タレひたひたのキャベツに舌が踊り、飯が走る。視聴者さんのコメントを僕なりにまとめると、秋元食堂さんはパワー系でガテン系、男飯といった感じ。白浜食堂さんは料理に細かい気遣いを感じる、オールラウンダー系でより幅広い客層にマッチする。どちらも味、ボリューム、コスパは最高なので、どちらを選ぶかは好みといったところ。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ということで、今回は成田市の失敗しない定食を紹介してみました。味、ボリューム、コスパ、三拍子揃った定食はきっとあなたを心地よい満足感に包んでくれるはずです。安心して一度足を運んでみてください。他にもおすすめのお店がありましたらコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。